はい、よーどうも、かけまるです。こじー、はい、今めちゃめちゃ酔っ払ってます。ビタミアで、はい、今ちょっと変な声聞こえてると思うんですけど、本日はビタミアで、酔っ払いかけまる隠し撮り、ね、隠し撮りじゃない、おっとけ一回静かにしてお願い。かけま隠し撮りではないんですけど、なんて言いますか、なんか日常を映しました。あ、豚いるやん、はい、お、豚の可能性高いな。これ近いな。状況を説明しますと、まず今日まこちゃんが家に来て出勤しました。で、仕事を終えてまこ夏で居酒屋に行ってました。で、僕はその間編集をして待ってました。で、奈々ちゃんから LINE でめちゃくちゃ酔っ払ったみたいな LINE が来たんで、せっかくだからカメラ回そうかなと思って、まあカメラを設置して、多分酔っ払ってるからもう何でもいいなと思って設置したんですよ。で、奈々ちゃんがさっきから歌ってるおちょせっぽけのおちょべしょっぽべみたいな歌あるんですけど、それが今回の動画の鍵となってます。この歌はですね、韓国のドラマ、なんかわかんないんですけど、なーちゃんがよく見てるドラマのなんかよく出てくる韓国の愛嬌ソングらしいです。その歌が出たらそういうことだよっていうのを理解してください。多分かけまる史上過去一でおもろい動画となってるので、皆さんぜひ最後まで見て、コメント高評価待ってます。それでは皆さん VTR、 それでは聞いてどうぞ。ちぐはぐかけまる、ちぐはぐ、おい、大丈夫ですか？映画の、もうその歌やめて。おっとけ。その歌マジずっと聴いてるけど。何？ネガノムチョウはおっとけ。わかったからね、その歌は。やっぱおっとけ。ネガノム。僕はずっと編集して待ってました、あんたたちの帰りを。マジ？じゃあ乾杯していいですか、先に。乾杯しよう。乾杯したらいくよ。グータグ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 タ。お疲れ。いいよ。はい。この動画を見た視聴者がびっくりしちゃうって。なんで動画回ってんの？ね。いや、あんたらが泥酔してるって言うから。ちょっと聞いてよ、みんな。今日マコと2人でね、飲んでたんだけど、ダーツバーに行ったの。いつも行くんだよね。聞いてよ、マコの悪い癖。こいつ帰りたくなくなるのすぐ。で、なんかうちがもうそろそろ帰ろうって言うと、え、なっちゃんそんなもんなの？全然酔ってないじゃん。帰りたくない、言い出すの。そこ、うちはタクシーにバゴンってぶち込んで帰ってきた。おい悪いそこ悪いな、マジで。それでは聞いてください、チグハグ。チチ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 グハグ。いや、聞いてください。お前よくないだね。皆さん聞いてください。でも、こうやってなっちゃん言ってるじゃないですか。でもなっちゃん、マジで本当に意識なくなるぐらい酔うと、こんなもんじゃないんですよ。
それでは聞いてください。それでは聞いてください。チグハグ。チッチッチッ。おう！皆さん、聞いてください。皆さん。なんか、この動画見てる人は、え、カックン酒強くねみたいな思う人いるよね、これ。いやいや、ちゃんとだから。違うんですよ。この人、まだシラフです。わかってるの。でも、うちとまこの今日の酒の量をカックンが飲んだら、もう潰れてます。それでは聞いてください。チグハグ。チッ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 チグハグ。思ったけど、この家普通に広くね。それでは聞いてください。チグハグ。チッ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 チグハグ。カックのチッは何 LDK？ 俺のチッは 4LDK 1DK。 それでは聞いてください。チグハグ。チッ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 チグハグ。通常はそうだけど、俺がアスキララを見た瞬間、 4LDK カウンターキッチン付きになります。それでは聞いてください。チグハグ。チッチッ。またちょっと一回落ち着いて、一回しよう。え、焦げ臭いよ。え、マジ焦げ臭い。くっさ。間違えてるよ。ね、あんた何してんの？何？これ取んなきゃいけないんだよ。もう。どれ？わさびが破裂するから。俺ら出会ったの5年前か。語り始めた。最初仲良くなった方はどっちだったっけな。やめてよ。まあ、夏希か。やっぱ英語のクラスで夏希と一緒になって。じゃあ、まこの方が早かった。うん、ごめんね。あ、やったー。最高。最高ない。家にこれある家って酒強くない？大体。お前は弱い。うちとまこでほぼ開けてるんですよ。これマジでそうだよね。うん。てマーチしたんだけど、こいつアドトーサー出してきた。うちらしかいないのに、こうやってなんか、えいみたいな、なんか投げ方するのね。かわいいじゃん、まず。こうやって投げる。で、うちの方を振り返って、笑顔で、こうやって返ってくる。かわいいやん、それ。かわいくね。かわいくね。かわいい、もう一回やってって言っちゃった。リプレイお願いします。じゃあ、今から、落ちたら即ウイスキーニュースーパーマリオゲーム。イエーイ。絶対負けない。リカです。ちなみに、なーちゃんとマコは限界酔いです。ガチでやばい、死んだ。え、まず死んだ。あ、死んだよ。え、うちどれ、まずどれ。落ちたら、落ちたら。で、マコまず死んだ。お前、さっき落ちた。え、ちょっと待って待って、一回リセットしよう。マコはマリン。マリンでしょ。俺今1個余った。なんでお前が飛んだよ。おい。あ、でこれ泡だったらだし。いや、泡はいい。泡セーフなの。絶対死なないじゃん。じゃあ泡なしにしよう。あ、死んだ。分かった。お前お前、おい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 、マジで誰ルイージ。ゲームになんない。一回生産しよう。まず行くな行くな、一回生産しよう。どっちが良くないわ。じゃあ一回なんで。あ、うわ最悪。あ、臭い。ほっ、ほっ、待って待って、今に殺されたんだけど。嘘。あ、死んだ。
マック一回来て、助けてあげる。てか一回こっち来て、こっち来たらスターになれるから。スターになれる。おいおい、大丈夫？おい大丈夫？大丈夫？ふざけんなよ。マンゴーにいいね。マンゴー一回来い、一回来い、こっち来たらスターになれる。俺に2え、ちょっとお前、ちょっと5ぐらいだよ、お前お前、こいつがさ、知ってたよ。かけまる最後さ、3人で乾杯するか。仲間みたいにやるのやめて。生か、わかった。みんな生か。夏木がもう死にそうなんで。はい、2人で回せる。みんな今何してるの？みんな今何してるの？夏木以外にさ、女として見れないんだ。そうだね。みんな今何してるの？ほんとにごめん。一人で何か。じゃあ、わかった。ねえが飲む情は、まあ、言うて、まことは、夏木と出会った時と一緒ぐらいだから。そうだよ。ガウ最後、罰ゲームやるね、俺が。カメラマンしてるか。 OK、じゃあカメラマンよろしく。うるさくない。じゃあ行きます。はい、せーの、ショートーツ。ショートーツ、ショートーツ。待って、あ、これやば。ちょっと、なんかない。なんかない。え、もうオレンジジュース飲んでいい。なんかあるだろ。なんかない。うわ、これやぐ。え、レモンサワーでよかったら。うん、いや、これ飲め。いいか。ダメだ。はい、半続きしてやだ。はい、はい、ということでですね、この後はカメラをなしで3人でニュースーパーマリオゲームやりながらお酒いっぱい飲みたいと思います。ちょっとなあちゃんもうね、結構俺久しぶりに見たかも、こんなに酔っ払ってるなあちゃん。結構酔っ払ってるね。酔っ払ってる。はい、ということでね、今まで楽しそうだなと思った方はぜひグッドボタン、コメント、チャンネル登録、 Twitter と Instagram のフォローと TikTok にもなってたのでぜひお願いします。なあちゃんがこんなに酔っ払ってるのは多分初めてかもしれない。だからみんな引かないでね。明日大丈夫？明日俺となあちゃん8時起き。あ、終わった。それで起きてください。じゃあみんなバイバイ。こんなグダグダドドルトドドド。ネガノムチョはおとけおとけ、ネガノムイエッポおとけおとけ。でもみんなさ、知らない人いっぱいいるでしょ。うん、いきなり言われて知らない。